か。ありがとうございます。そしていつも絶大なる声援を出す川崎ロングタイムのサポーターの方々、本当に今日もありがとうございます。もちろんこっちのサポーター以外でもですね、今回家族、親戚、友人を失ったり、もしくは震災から1ヶ月半が経ちました。もちろん被災地の方々は精一杯頑張っています。そんな方々に頑張ってというつもりは全くありません。ただ負けないでください。そして絶対に諦めないでください。